おはようございます。ほどほど配信。無責任 YouTuber、UFO チャンネルの UFO です。2023年、令和5年、8月の3日、木曜日です。仏滅だそうです。秋田で竿燈祭りの日みたいです。昨日の未明が満月だったみたいでしたけど、今朝も大変綺麗な月でした。前回の放送で、放送というか配信が、ライブ配信が、お焚き上げの、後の状況がちょっとわけのわからない感じになっているということを言って、から今月の私の、状況というか、こう、動向の予定なんかを話そうかな。で、また妄想のトークをしようかという感じで、仕掛けて、もうほとんどクライマックスに来たらプツッと切れてしまいまして、しりきれとんぼになってしまったんですけど、今またこのライブを始めたら12分ぐらいやったのに、見返したら、1分もいかないところで切れてました。どうもうちの、通信状態が不安定で、強制終了になってしまいます。そんなわけで、これ終わったら前回のライブも配信も字幕を編集して、どんなこと言ってるか確認しようと思ってるんですけど、ネットの神様から采配が下ったみたいな強制終了でした。で、お焚き上げのわからないっていう、後の、どうなって感じなのかちょっとわからないっていう配信を見られたからかどうかわかんないんですけど、いつもお焚き上げのことで相談してる多治見の貴子さんが、やってよかったということを言って、ずいぶん二極化が進んでるっていう感じがすると、うまい方向へ行ってるっていうことなんですけど、意識レベルっていうか、アセンションっていうんですかね。そういうのが進んでる人はどん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 進んでいくし、従来の生活に、を現状維持をしたいっていう人は、そういうふうで分かれていくんではないかっていうことだと思うんですが。で、私は、高子さんがそういうんだったら、よかった。間違いないです。間違いないから、13日もう一回やりますねっていう、メッセージを入れといたら、私を信用してくれてありがとうって来てました。私は誰かし、全面的に信用するとかではないんですけど、適材適所っていうんですか、得意な分野のことを、で、頼りになる。自分にとってですよ。僕の感覚の中で、この人の言うことは多分間違いじゃないだろうっていうことを言う人の、意見を、その時、その場で採用っていうかね、選択してるっていうことだということは思っていまして、なんて言いますかね。わからないことはわからないんですけど、
わからない感覚の中で、その、わかってくる。本当に、この前、よろずよのハッシュの話をしましたけど、よろずよの世界って、世界が1で、この4分の1なんで、4分の3は分かってないっていう、天理教のおつおみがあるんですが、そういうところが少しずつ見えてくるんだ。みんなの知恵なんかを、聞いて、それで自分何に判断して、それが正しいか正しくないかは分かんないけど、とりあえずその前進んでいけるっていう、で思うのはその全体にこう不安とか心配がこう減っていくんではないか、今までと比べて格段に減るんじゃないかってことを感じます。昨日おとついのその配信が8分で終わったことはすごく自分にとっては好都合だったんですけど、それはそれ終わってから出かけて名古屋まで行ったんですが、昨日は3ヶ月に1回の病院の定期受診があって、でそこで先生や看護師さんにすごくその私ちょっと新聞配達をしていることを続いていることをですね、すごく感心されたっていうか褒められて、自分が思っている以上に、喜んでもらえて、帰ってきました。で帰ってきたらそのいつも園内に帰ってくるのが仕事だっていうふうに言いますけど、今まで以上に鳥が喜んでくれてるのが分かって、ツバメがシューッとこういうふうに来たりとか、ツバメだと思いますけどスピードのすごいやつがシュッと来まして、カラスはだらしなくこう暑いから羽を広げて電線に2羽止まってましたけど、なんかすごくエナに喜ばれてる感じがして、暑いのは暑いんだけどその柔らかい感じの暑さで、しのげる感じでした。多分湿度が低いせいだというふうに思うんですけど、今も扇風機かけてますけどなくても全然平気なぐらいですね。爽やかな暑さです。もう8月も8日だったかが立秋なんで、秋になる暦の上でそういう変わり目に入っているのかなっていう気がします。でその私もそう性格的にそうですけど、私なんかは一線では働いてないので気楽なもんですけども、遊び人で今の社会の一線で働いている人たちはやっぱり不安とか心配とか先暗示ですね、それに追い回されて、大変努力苦労されてると思うんですけど、そういうのが本当に減っていくんじゃないかっていうことを思ってます。で私今月、先月の7月は、苦労と辛抱の次だっていうことで、前回の配信かなんかで今月もまだ暑いしいろいろ大変だから忍耐の月になるだろうっていうことを言ってましたけど、自分の中ではなんか今朝新聞配達しててすごくこうですね、月綺麗だし最初のうちは足が軽かったんですよ。後の方しんどくなってきたんですけど、政教新聞も配り始めたんで、個数が増えたのもあったんですけど、
最初の方に、今月、予祝の月かもしれないっていうふうに思いました。高子さんが言うの、その、アセンションですね。アセンションっていうのは多分、その、みんなの気持ちの中に、その、不安とか心配がない状態が、その、絶対、全面的になくなるわけではないんだけど、割合がこう、どん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 少なくなっていく。自分もそうだし、それがアセンションなんじゃないかっていう捉え方をしております。で、何言ってたっけ？まあ、予祝の、よし、ね、現状は、混迷を極めてるし、お先真っ暗、なんか、悪いことに、どん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 悪くなっていくふうに、渋谷なんか見ても思いますけれども、なんかちょっと、それが、本当、見えないところではすごく楽になってきてるんじゃないかなっていうふうに思います。支配するなんかがあるとすると、その恐怖で支配をするっていうことなんですけど、みんなの中にその恐怖の、占める割合がすごく少なくなっているから、そのビッグモータースのことだの、いろいろ、今までタブーにされてきたことが、どん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 明るみに出てきてるんではないかっていう気もしてて、それも予祝の一つですね。そんなことを今朝思いました。で、まあ、12分過ぎたんで、さっきの配信にはもっと違うことも言ってたんですけど、またそれはまあ別の話にさせていただきます。湿度が低くて過ごしやすいとはいえ暑いと思います。熱中症などに気をつけて頑張ってください。Have a nice day. Goodbye. UFO チャンネルありがとうございます。失礼します。